はい。今回は、会員の定着率アップ7メソッドについてお伝えしていきます。で、今回、1番目ですね、紹介型について解説をします。紹介型なんですけれども、まあ、基本的な考え方として、会員の間で相互紹介を行うということになります。 この紹介型とかね、紹介が起こるってなると、やはりこの会員でいるメリットとか、ずっと会員でい続ける、工場的なメリットというものが発生していきますので、できるだけこの紹介システムですね、まあ、業種にもよると思うんですけども、入れていくと、会員制って継続率はね、上がっていくんじゃないかなというふうに思います。会員間での相互紹介を行うってことなんですが、まず一つ考えられるのが、まあ自分自身がメンバーのある方が、直接的に仕事をその人に依頼すると。メンバー間ですよ。メンバー間で、 その会員同士で仕事を依頼し合うということですね。あとは、知り合いの見込み客ですね。これは、会員制のメンバーではない人を連れてくるというかね。会員制の外にいる人たちを、まあ、この人はあなたのね、さあ商品サービスに興味ありそうだからって連れてきてくる、もらうということで、まあ、知り合い、そのネットワークを活かして、その見込み客を紹介し合うなんていうことですね。まあ、こういった仕組みも入れられるといいんじゃないかなというふうに思います。あとは、主催者側も仕事を紹介するということですね。 主催者側が例えばね会員の方に美容業界の人がいる美容業界の人に依頼するとか広告デザイン担当の人かデザインの人にその、ね、主催者側から仕事を紹介するっていうような紹介のシステムがあるとこの会員でいるメリットってずっとねこう継続してありますので、まあ、そこで仕事が発生する人を紹介してもらうっていうメリットは享受しやすくなるんじゃないかなというふうに思いますで 大切なのはね、この紹介をこうメインにやっていくんであれば、仕事の、ね、紹介、人の紹介というのは当たり前になる環境にする必要があるんですね。 この紹介ベースで出来上がってる会員制なんだっていうふうに環境を作るってことがとても大切になってきますので何かね一つのアイディアとしてのセブンメソッドの中の一つですけれども何かこう紹介仕事の紹介見込み客の紹介あるいは人同士のね会員さん同士で紹介し合うなんていうような仕組みっていうのをぜひね取り入れられないか少し考えてみてください